クサンドル・イバノビチ・デュビューク1898年1月8日、OS1897 年12月27日は、フランス系ロシア人のピアニスト、作曲家、教育者、モスクワに生まれた。父は、フランス革命を逃れて、ロシアに入った、避難民であった。ジョン・フィールドの下で学び、後に、ミリー・バラキレフとニコライズ・ズベーレフにピアノを教えている。 バラキレフは次のように述べている。もし私がピアノを弾くことができているのだとすれば、それはすべてデュビュークから受けたレッスンのおかげである。モスクワに没した。遺体はバガンコブ墓地に埋葬されている。多数のピアノ作品や練習曲を作曲しており、他にも約40曲のシューベルト作品からの編曲など多くの編曲作品、歌とピアノ伴奏のためのロマンスを残している。 また、ロシア民謡やジプシーの旋律の編曲も手掛けており、ピアノのための変奏曲付きのロシアの歌曲集が知られる。彼の作品の中では、N.E. ブラニーメニアロッドネジャが、1950年代に、レフ・テルミン、その後カイア、ガリーナ・エルベと、兵器・マットラックによって演奏されたことで知られる。注釈出典、ありがとうございます。